1996年エースコンバット。97年エースコンバット2。着実な進化とともにエースコンバットはドラマ性を手に入れた。3エレクトロスフィア。未明、ゼネラルグループの飛行部隊が緊張の続くメリトン地域上空で軍事演習を行いました。これは先にニューコムが発表したサンドバリー砂漠で行われるバイオプラントでの公開実験への牽制が目的とみられており、この行動に対しユーピオのクラークソン代表が今日正式にゼネラルリソースへの移管。3エレクトロスフィア、ナムコ初の2枚組で新発売。
皆さんこんにちは。私がサーフ司令官のギルバート・パークです。今日は皆さんと一緒に戦闘機の操縦を勉強しましょう。まずは上昇降下、デュアルショックの左スティックを後ろに引けば機首が上を向いて上昇します。逆に前に押せば降下します。次にロールと旋回、スティックを横に倒せば機体はロールします。ロールは旋回とは違うのでこのままでは旋回はしません。急旋回をするならまず機体をこのようにロールさせてからスティックを後ろに引きます。つまり横に上昇するのです。あとは君の練習次第です。よーく復習しておくように。さて次はエースコンバット3の世界を説明しよう。最初に我がユーピオから紹介しよう。ユーピオの上部組織は UNU 新国際連合共同体である。世界の秩序と平和のために国家間の取りまとめを行っている。ユーピオ治安維持対策機構は国家や企業間の争いを実力をもって解決する、いわば新国連軍である。ユーピオの取りまとめにはガブリエル・クラークソン代表議員が当てられている。そしてユーピオの軍事部門がサーフ、治安維持実行部隊である。サーフの指揮は私ギルバート・パークが取っている。サーフの戦闘航空隊には上からエイリヒ・イエガー、フィオナ・フィッツ・ジェラルド、広瀬レナ、この3人が所属している。みんな若いが優秀なパイロットだ。君は彼らと同じチームで任務についてもらう。しっかりやってくれ。次に我々が対抗しなければならない相手も紹介しておこう。まずはこのゼネラルリソース社。世界経済のグローバル化によってさまざまな産業の大企業が M&A を繰り返し、巨大資本が統合された結果がこのゼネラルリソースなのだ。皆様の生活を支えるゼネラルグループ、時代の流れを皆様と共に歩みたいゼネラルグループ、未来の環境を皆様と考え作り出すゼネラルグループ。今日も誰かと、明日はきっとあなたと。ここには GRDF ゼネラルリソース防衛部隊がある。特にアビサル・ディジョン、ブライアン・キースというエースパイロットがいる。十分注意してほしい。最後に紹介するもう一つの大企業、それがニューコムである。もともとは UNU 新国際連合の宇宙機関であった。しかし国際発行の肩代わりに民営化した際、ゼネラルの技術者が大挙移籍して、現在は宇宙開発、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなど先端技術の分野ではゼネラルを脅かす存在にまでなった。以来ゼネラルと緊張状態が続いている。ここにも NEU ニューコム非常事態配備機構という軍事部門がある。中でもシンシア・フィッツジェラルドは凄腕と評判のパイロットだ。ゼネラルリソースとニューコムは技術や市場を争って小競り合いを続けているが、いずれ全面対決に発展するだろう。我々ユーピオの任務は両者の戦闘に介入し、世界の平和を維持することにある。健闘を祈る。まあせいぜい頑張ってくれたまえ。エースコンバット3エレクトロスフィア、ナムコ初の2枚組で新発売。